はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインにやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあついに来ました、ダウンロードコンテンツ第1弾、グランドタイタス号が出航できるようになりました。でこいつからスタートかな。んで最初はあれだ、羅針盤を取りに行かなきゃいけないのね。確かね。行きましょう。クエスト、タイタス号の羅針盤、これを進めないと、レンダーシアには行けないっていうことですね。キラーマシーン。意外と簡単に集まったな。あ、できた。なんかオンラインの時結構めんどくさかったイメージがあったんだけども、オフラインは大したことなかったね。すぐ終わりました。そうそう、こんな感じだったね。おっと、新しいクエストが出てきました。レベル上限が99に解放されるっていうやつですね。はい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 。あ、これはやりに行こう。レベル99重要だよ。密林のところ、ここだね。ミーミー。で、レベル99解放でしょ?オンラインの方の99とか100解放するのって、むちゃくちゃ難しかった気がするんだよね。俺そこで結構つまずいたんだよな。オフラインはどうだろう?オフライン難しいかな。ちょっと楽しみだ。はい、あ、なるほどね。3人の導きを得ないといけないということですね。やっていきます。んでもって次がピーピのお宿でしょ。で最後にモガリムガイドですかね。で次がドルワームのここの井戸に行けって言われたんだけども、やった覚えがある。ここやったわ。フォーゲルだったっけ。なんか戦ったような気もするんだよね。あ、ちょっと待って待って待って、もしやオートになってる。あー、なってないね。まあ普通通り戦っていいよね。おめっちゃ効く、めちゃくちゃ効くじゃないですか。2回攻撃してくるんだけども、特に問題はないね。うん、暗黒の霧使っていけば全然貫通して倒すことができるっぽい。まあ確かに若干ダメージは食らうし、呪文を封じ込められてるんだけども、全然なんてことないですね。え?まだ?あー、これ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 、そうだ、オンラインと一緒だ。俺ここでね結構つまずいて、フレンドの人たちにすごい助けてもらったんだよね。そう、これむちゃくちゃ難しかったのよ。 OK、 でもまあオフラインだったら全然余裕でしょう、おそらくね。こいつが意外と強い。でもまだね、次がいるのよ。次が来る。そこを、あ、でもね、マイユがもうせっかくテンションマックスになったのにもったいない。あ、よかった、これで倒そう。もったいないよ、主人。おー、こいつには多分キラキラポーン必要ないだろうけど、いいでしょう。終わり。いや、まだいる。んー、まだあと一体いた。こいつはなかなかしぶとかった。まだまだか。よし、やっと終わった。でもそんなに苦戦はしない。うん、最初の敵のしびれだけ注意しとけば、あとは大丈夫ですね。それでは、これで、いけるよね。はい。いけました。
職業レベルの上限がレベル99になりました。今まで70だったんでね、ちょっとなんか中途半端感があったんだけども、99まで上げることができるようになりました。どれぐらい必要なの？あ、まあ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 、うん、メタキン軍団3回倒せば1上がるぐらいか。いや、これ99までだいぶ時間かかるぞ。まあまあまあ、いいでしょう。99まで上げちゃいましょう。はい、ということで今日から、ダウンロードコンテンツ第1弾やっていきます。いや、まだまだね、ストーリーは進めてないんですけども、とりあえずレベルを99まで、上げてみようと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。